私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安野おっさん琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。今年は生バーコードなでなで解禁。皆さんと触れ合いながらテクテク旅をしていきます。さて今回の放送はここからだもん。トロ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 。この日は長浜市下坂中町からスタート。雨での中止を乗り越えてようやく出発できました。滋賀を観光中だそうです。どこから？私は岐阜、京都、いろんなとこから各地から。あら、ほら、どうぞ。ここやね。滋賀旅行良かった？滋賀の旅は。滋賀良かったです。ほんま。はい、竹生島に行ってきて。あ、竹生島行ってきたの。とっても良かったです。あ、良かったな。なんかあの掘った、あの掘るやつ。あ、掘りました。竹生島の瓦毛投げ。投げた瓦毛が鳥居をくぐれば願い事が叶うと言われています。入った。あ、すげーなー。なかなか入れない。入ってない人もいるので。入らへんの普通やから。堪能して帰ってや。ありがとう。おっさん、ここでちょっと寄り道。タックルはチーズの文言分かってるやろな。水。はい、じゃあわしの上の黒麺を触っていっといて。黒麺を。ありがとうね。前にも来てくれた方も。あ、なんかオンとオフが全然違う。この間覚えてた、小豆色のパンツやったの。あ、そうです。覚えてるね。あれめっちゃ美味しかった。その場で飲んだわ。ここで進路を西に変更。湖岸を目指してテクテク進んでいきます。ご当地飴。こんにちは。よいしょ。あれ、よかった。え、これなしが飴なってんの。これあまり出てない。平和増資会売ってないですよ。そうなんや。ありがとう。ここもありがとうございます。彦根なし言うたら、ほら、私らもよう立ち寄る三浜釜とかでさ、出荷とかしてて、彦根の名産やんか。そこ雨になってんの。雨ねぶらないなって。ねぶるわ。この間のローソンから出よう思ったら雨降ってきたから、急に終わったから。今日はやんでよかった。そうやね。また降るんちゃうか思って、もライオンラクダになってたやん。あ、じゃあトラウマになってた。ダジャレに気づいてもらえませんでした。どこまで行くの？あ、開館ゴールですか？開館？いや、もっと行くやろ。行けたらな。暗いけど、よかったら母の里まで行きたいなと思って。無理。あ、無理。ほんなら、いや、無理
ことはね、できるだろう。あ、そうなぁ。そうなぁ。ただ会館に何人か行くって言われたら待ってやると思う。あ、行く行く。あの、セブンイレブンまででもいいしな。あ、そうです。なんか今、あの、みんなが無理やって言ってくれたらわしもやめやすかったんやけど、行ける行ける言われたからこれは行かなあかんなみたいな。あ、行けるんか。あ、そうか。おみこみ、出ろー。みんなでこの雨、寝ぶりながら行くから、寝ぶるから。うん、ありがとう。彦根なし飴を食べてみました。あ、彦根なし飴美味しい。こんな美味しかったら言うことナッシングや。安のおっさんビワイチヤンギャ、次回米原市突入です。空を見上げてあの人を お嬢ちゃん、わし見てこけたらどうしようと思ったよ、びっくりして。安のおっさんビワイチヤンギャ、次回に続きます。今年も安のおっさんビワイチヤンギャ、応援してくれるみんなを紹介するよ。琵琶湖の日プロジェクトと仲間たち、行ってみよう。安のおっさんビワイチヤンギャを応援する仲間をご紹介。スーツこうだけど納得いかんし値段も高い。そうや、ガイさんに相談しよう。ライセンスを持ったスタッフが採寸し、フルオーダースーツが3万円台からの、ガイにお任せください。頼もしい。スーツは戦闘服です。ガイでは別名パワースーツ、勝負スーツと呼び、最適なスーツをご提案。おすすめは軽くて動きやすいナポリ仕立てのマニカカミーチャです。なんかした感想じゃ。違います。さらに仕上がり後に品質保証書をお渡し、アフターフォローもバッチリ。スーツは買われた後のケアが一番大切なんです。そこまでケアしてくれるん、ガイさんだけや。安野さん頑張って。フルオーダースーツといえば JR 片田駅そばのビスポークテーラー、はい、お待ちしています。具材が40種類以上もあるんだって。具材のミックスもできるのよ。卵黄と肉そぼろミックスしよう。全部食べるまで長生きせねや。安野さんおにぎり食堂来てね。今日のエンディングはこちら。めちゃめちゃめちゃロロ、めちゃめちゃめちゃロロ、車で浜大津を走るとき、路面電車の京阪と並んだらめっちゃ緊張します。夜高速道路見逃し配信、寄ってるで。ウェブアミンチュで。